王様、四世、アマゾン、誰だ、石頭、一体誰なんだ、赤花、ガンガ。なんだ、こんなとこにいたのか。一人で何やってんだ。いや、何持ってるんだ。武田、一緒にやろうぜ。ほい、お前の分飲めよ。まあ、座れよ。ああ、53日、早く終わんないかな。まだ1週間も経ってないじゃないか。俺の星、今頃春だ。お前んとこは？シベリースは1年のほとんどが夏さ。へえ、お前、両親は？両親はいない。ごめんよ、ただ、俺…両親の記憶は全くないんだ。物心ついた時から村の長老に育てられたんだ。長老ってどんな人だ？僕の村は小さくて貧しいのさ。だから長老は村の神官だし、裁判官だし、医者だし、教師だし、僕にいろんなことを仕込んでくれた。直感力とかね。僕は宇宙パイロットになる。長老にそう誓って出てきたんだ。だからテストに合格したらパイロット養成コースへ進もうと思ってるんだ。宇宙船のパイロットか。どうもおかしいな。やっぱりずれてるんだ。どうした？船の軌道だ。黒い星の軌道からどんどん外れていっている。何？最初に船に来た時、二度爆発が起こったろ。あれでずれたんだ。クソ、いつになったらこの船のスクリーンはまともに映るんだ。今日でもう4週間だぞ。チェッ、勝手なことばかり言うもんだぜ。コンピューターの回路は回復したんだがな。こっちの回路のセットが違ってるのかもしれん。もう一度点検してみよう。無理するなよ、ガンガ。もうすっかり治ったさ。波の体じゃないからな。それにしても暑いな、まったく。ああ、ボロっちい船。スクリーンがバカな上にクーラーも効かねえと来てるんだもんな。ガンガ、スクリーンが復活した。やったぜ。なんだ、あれは。青い太陽だ。今まで黒い星の影になっていたんだ。不吉だ。私の星では重なる星は矜持の前触れと言われている。そんなものは迷信さ。あなたの星には季節はないのか？季節ぐらいあるさ。星の位置は季節を支配し、生命をも支配する。私の星ビルドーは太陽の周りを48年かかって回ります。私たちは春に生まれ、春に死にます。一生に一度の夏しかない。生と死、それは定めです。水の出が悪いぜ。あっそう、まったくよ。毎日毎日この暑さじゃやりきれねえよな。ああ、このまま太陽に向かってたらどうなるんだろう、この船。さあな。いやあ、どうしたフロール、どうした？なんだよ。何が水の出が悪いだよ。もう溺れるかと思ったぜ、まったく。気まぐれなシャワーメンよ。アマゾン悪いけど後で見といてくれよな。あいつただフロルが女性？本当か、それは。本当だ、見ちまったんだよ、シャワー室で。そうだったのか。道理で細くてなよなよしているはずだ。どうするんだよ、ただ。どうするって？どうします、王様。もし本当にフロルが女性なら、今後はそれなりの扱いを考えねばならんな。ああ、さっぱりした。フロル！よ、飯の支度できてっか？なんだよ、みんなどうかしたのかよ。フロル、君は女性なのか？何？アマゾンが見たんだ。
なぜ今まで隠してた。バキャラ。よかった。な、何をする。どこに目つけてやがる、トンチキ。女ってのはバストがあるもんだぞ。それでいや、ただの方が脅威があるじゃんか。俺のどこが女だってんで。では男か。テスト前にセックスチェックを受けたはずだ。男性女性どちらにチェックされた。どっちでもいいじゃんか、そんなの。最終テストは遊びではないぞ、フロール。女性なら女性と言うんだ。それとも君が11人目か。何？何しやがんだこの。おろせバカ力、おろせってんだよ。メニールがこんなことをしてはいけない。なんだよメニールって。あなたはメニール、私の星の言葉で天使。まだ男でも女でもない。男でも女でもないって。両生体。両生体。男女未分化の完全雌雄同体。そうだろ、フロール。ああ、このテストに受かったら許可が下りるんだ。男になってもいいって。つまり何か。君は男になるためにテストを受けに来たのか。ああ、そうだよ。うん、君は最初から分かっていたのかい。はい、私も同族種ですから。じゃあ君の星も。はい、私たちは男女未分化のまま育ちます。一定の年齢に達するとホルモンの分化によって男か女かに決まるのです。ホレン星じゃ最初に生まれた子でねえと男になれねえんだ。人口比の制約があって限られてるんだ。俺末っ子でよ、もう2年すると体温が4度ほど上がる。そしたら女性用のホルモンを与えられることになってるんだ。でもコスモアカデミーに入学できりゃそりゃ名誉だもんな。特別に男性用のホルモンもらえるんだ。そんなに男がいいのかね。俺の星じゃ女は大切にされるぜ。俺ん星一夫多妻制なんだ。一夫多妻って。つまり俺ん星の制度では男が統治して女が働くんだ。平均して男一人に女が 4,5 人の割合ってとこかな。誰だって女になると決まったら大抵はすぐに結婚しちゃうね。俺の両親も俺が女になったら隣の領主のとこを嫁にやるつもりなんだ。その領主ってのが8人も奥さんがいてよ、その上18も年上なんだ。そりゃ女は綺麗だよ、外見はね。でもそれっきりだもん。姉上たちの結婚式をいくつも見てきたけど、でも兄上の成人式が一番素敵だ。凛しくてさ、うっとりしちゃった。やっぱり生まれたからには男になってあれくらいもてはやされてみたいや。くそ、なんだこの暑さ。やはり徐々に惑星を離れて青い太陽の方角へ向かいつつある。熱量のデータが出たぞ。機関部の熱量調整タンクが故障していて、吸収した太陽熱を蓄えられずに 58% が船内に放出されているんだ。ここにあるラジエーターパネルも作動していない。外部の熱がどんどん船体に吸収され続けているんだ。じゃあこのまま太陽に向かえば。そう、温度は上がる一方だ。なんてこと。軌道がずれたのはもしや11人目のせいじゃないでしょうね。分からん。どこまでがテストでどこまでが11人目の仕業なのか。くそ。手伝うよ、フロール。余計なことすんな。俺が華奢でメニールだからってバカにすんなよ。男になったらお前なんかかなわないくらいの体格になってみせるからな。女になったらかなりの別品になるのにな。しかし恋人にしたら大変だろうな、あの跳ねっ返りじゃ。そうだな。ここだけじゃないんです。温度が上がったせいか
キャビン区域のあちこちで勢いよく茂り始めているんだ。